国際経営開発研究所は、スイスのローザンヌに拠点を置くビジネススクールである。2012年と2013年には、IMD の MBA プログラムは、フィナンシャルタイムズによる公開プログラムに関する評価で、世界第1位にランクインし、フォーブスの MBA ランキングでは2013年度、及び2011年度に、世界第1位。 a エコノミストのグローバル MBA ランキングに2011年に世界第3位、2008年に世界第1位と評価されるなど世界最高峰のプログラムと評価されている。IMD は1990年1月に2つのビジネススクールが合併されて設立された。母体となった2つのビジネススクールは1946年にアルカンによりジュネーブに設立された。 国際経営研究所と1957年にネスレによりローザンヌに設立された企業経営政策研究所である。新組織となった IMD はローザンヌに拠点を置いている。IMD は大学と提携を行う他のビジネススクールとは異なり独立した形態をとっている。IMD ビジネススクールは経営者教育を提供している。IMD は 大学の一部として機能する形態をとっていないため、IMD には学問的な部門は存在せず、多くの学問領域を統合させた一つの部門が存在するのみである。IMD では教授の終身雇用制は取られておらず、単年契約制度をとっており、支払い制度に基づいて教育を行う。学部は23の異なる国より来訪した60人のフルタイムメンバーからなる。 現在の学長はドミニク・ターピンであり、ジョン・アール・ウェルズとピーター・ロリンジに続く第三代学長である。初代学長のピーター・ロリンジは1993年から2008年まで学長を務め、IMD を世界有数のビジネススクールへと成長させる上で大きな貢献を果たしたと考えられている。IMD は総合経営やリーダーシップに関するスキルの訓練。 開発に重点を置いている。IMD は経営学習士、MBA、平均年齢31歳とエグゼクティブ MBA の2つのコースで募集を行っている。また、国籍の区別なく様々な国籍のものを公開プログラムに参加しており、毎年98を超える国からおよそ8000人の経営者がプログラムに参加する。IMD には、 主に二つの教育プログラムがある。IMD の MBA プログラムは一年間のフルタイムプログラムであるが、その要求は極めて厳しく、IMD では他のビジネススクールで行われている伝統的な2年間分のプログラムと同等の学習時間を当てることを要求している。MBA プログラムは夏記休暇を挟んで1月から12月まで行われる。 IMD では参加者の数を意図的に制限しており、合格者は90人以下となっている。それぞれのクラスは様々な国籍の参加者で構成されており、参加者の平均年齢が30歳を超え、マネージメント経験を持つ者も少なくない。また厳しい状況に参加者を置いた上で、ユング派の精神分析医が何度も面談を行い、自己認識力を高められるように設計されている。 プログラムである。MBA プログラムでは、専門知識ではなく個人の開発、リーダーシップ、ゼネラルマネジメント教育に重点を置いているため、卒業者の大多数は他のビジネススクールとは異なり、企業内の金融部門以外の部門に就職することが多い。IMD の MBA プログラム卒業者の平均年収は世界でも有数であり、 2011年の調査によると、卒業3年後の平均年収は約14万 2000US ドルとなっている。MBA プログラムの応募要件は4年生大学、卒業もしくはそれに相当する研究所を卒業していること、GMAT と最低でも3年のフルタイムの労働経験を持つこと、英語を含む2つ以上の言語に関しての読み書きに堪能であることとなっている。エンバは、 すでにキャリアの中で経営者としての経験を積んだものをターゲットとしているため、そのカリキュラムは MBA のカリキュラムとは異なる。エンバではリーダーシップに関するスキル、集約されたビジネステーマや速効性のある実践的な応用事例に重点を置いている。選抜された65人の合格者の平均年齢は39歳であり、フィナンシャルタイムズによると世界で、 最も経験豊かなエンバグループとされる。IMD エンバはフィナンシャルタイムズの調査において総合経営部門で世界5位にランクインした。経営者教育は IMD の教育内容の根幹を成している。IMD の産業遺産は共産企業とともに企業のため問題を発展させていくことに重点を置いている。 IMD の収益の半分は企業独自のプログラムにより生じており45%が公開登録プログラムとなっている。IMD は MIT スローンスクールオブマネジメントとの提携も行っている。この2つのビジネススクールは双方のキャンパスで共同開発した教育プログラムを実施している。1つの世代と密になるため、 IMD は主要なグローバルファミリービジネスと提携を行っている。グローバルファミリービジネスセンターでは現在進行中の関連性の高い調査を追求し、幅広い教育内容を提供している。IMD グローバルバリューチェーン2020センターは企業のビジネスモデルやバリューチェーンについて未来の最良の経営戦略に関する探求を行うコンソーシアムである。 リサーチプログラムは過去10年を通してバリューチェーンを変化させたメガトレンド及び将来の10年間に起こるであろう新しいメガトレンドにまつわる12の戦略的質問に対して回答することに重きを置いている IMD は過去35年間にわたり主要機関に対する役員教育を提供してきた IMD グローバルボードセンターは 長期的なビジネスの成功をサポートするため、管理調査を実行し、幅広い教育機会を提供している。IMD グローバルセンターの持続可能なリーダーシップに関する部門では、主要企業の持続可能性のある戦略に関する勉強会や実証実験、ケーススタリ、企業独自のプロジェクトを取り行っている。IMD 世界競争力センターは1989年以降、 国や企業の競争力という分野において先駆者となっている。IMD が事物に関連性の深い最新の調査データを収集し、試作結果の分析を行うことにより、世界競争力に関する知識の拡張が行われている。WCC は世界54の提携機関と連携を取りながら、政府、企業、研究機関に対し、 IMD 世界競争力年間和紙、オンライン、国、地域の競争力に関するリポートや競争力に関するワークショップなどを通してこの事業を行っている。CSM は IMD において研究と教育の指導的立場にある機関である。CSM は持続可能性のある経営戦略を様々な手法へと落とし込むことで企業を救い、企業の 持続可能な冒険における学問的なパートナーとなることを目的としている。CSM 社会的、環境的な戦略行動を通して、共産企業に対し持続可能なビジネス上の利点をもたらす試みを行っている。1995年に設立されたエビアングループ IMD は、企業、政府やオピニオンリーダーが、 国際的な連携を行うことで運営されており、ルールに則っ,った多国間の枠組みの中で公正かつ包括的で持続可能なグローバル市場経済を築くことを最大の目標としている。エビアングループ IMD は成長を達成しグローバリゼーションの推進力を維持するために貿易自由化を唱えている。エビアングループでは国際貿易や国際投資は国や大陸、文化、 世代を超えたより大きな共通理解や共通の興味を通して人々をつなぐ大きな潜在力を有していると考えている。ありがとうございます。